どうも、リリーです。今回は、臨時快速で行くか枕鉄道旅行編ということで、最後に鶴見線を巡っていきたいと思います。それではスタート。はい、というわけで前回の続き、藤沢駅からスタートですって、雨降ってんじゃん。いやー、これから雨降られると、ちょっときついんだよな。その理由は後でわかります。雨だと嘆いたところで、晴れるわけないので、ひとまず横浜へ行きました。お次はこの京浜東北線で鶴見に、行きました。大胆にカットしたところで、ではここから鶴見線に乗り換えます。特に映すものなかったし、いいですよね。はい、ということでまずはこの列車で、扇町へ行きます。初メロチャレンジ。フルで鳴りましたね。鶴見駅を発車です。結構雨降ってきましたね。鉄道ファンの方々がたくさん乗ってました。前全然見えないやん。有名な国道駅を発車です。ここは扇町に行った後、途中下車します。にしても鶴見線の205系って、結構なギロチンドアですよね。挟まれたら痛そう。扇町駅に到着です。この駅は猫がたくさんいるスポットとして人気です。今日は雨だからいないかな。あ、いましたね。かわいい。これだけいれば一匹くらいは触れそうですね。やっぱり素直には触らせてくれないみたいですね。電車の時間もあるので、あまり長居はしてられないのですが。発車の時間が近づいたので、列車に戻りました。最後に、あそこにいる猫が自分から僕のところに寄ってきて、触らせてくれました。なんかあの猫だけ人に懐いてましたね。はい、扇町からはこの列車に、乗って、国道駅へ行きました。なんで映像がないかって、撮り忘れたんだよ、察しろよ。というわけで早速下に降りてみましょう。この駅は前から行ってみたかったんですよね。もうこの時点で独特の雰囲気が漂ってます。階段を降りるとこんな感じで各ホームへの連絡橋があります。雨の日なんで薄暗いですが、かえっていい感じなんじゃないでしょうか。カメラの性能が低いため余計暗く映っちゃってますが、その辺は見て見ぬふりをしてください。近いうちに買い替えたいと思います。案内看板も古そうですね。以外にもこの駅利用する人が多いんですよ。ここにいた間も電車の時間になると人がたくさんやってきて少し賑やかになるんですよね。まあその後は一気に静まり返るんですが、乗車証明書の発券機がありますが今は使用できないんですね。普通の券売機もありますが無人駅です。何枚か写真を撮ったのでそれをご覧いただこうと思います。こちらです。撮った写真の中に一つだけおかしいのがあったんですよね。それがこちらです。わかりますかね。オーブみたいのがあります。この写真だけなんか変なんですよ。まあ信じる信じないは視聴者の皆さんにお任せしますが、少しびっくりしましたね。次の電車が来るので、ホームへ移動です。はい、この列車で海芝浦に行きます。雨降ってますが、大丈夫かな。
はい、イニシバンラに到着です。すごいですね。ウミガメの前です。外に出てみましょうか。外に出てみました。結構雨と風が強いです。船が見えますね。いかにも工業地帯っていう感じです。奥に見えるのは古三翼橋です。ホームの真下が海になってます。下手すりゃ釣りとかできそうですね。にしても、ほんと雨風が強いですね。ここまで強くなるとは思ってませんでした。傘を前に倒してないとひっくり返りそうです。はい、ひっくり返りました。これじゃあ。いや、何の意味もないよね。まったく、もうびしょびしょですよ。さっさと避難しないと。海芝浦駅には、こんな公園があるのですが、雨のせいで、すっかり一気を、なくしました。一応乗車証明書だけもらって、電車に戻りました。はぁ、もうこりごりです。服もバッグもびしょ濡れですし、もう次からは晴れた日以外は来ないことにします。なんか余計に疲れた気がします。まったく。鶴見に到着です。中間改札を通ってから乗り換えです。ここからは京浜東北線で一旦川崎まで行きます。川崎からは帰りくらいはゆっくりしていきたいということで普通列車のグリーン車に乗ります。というわけで早速グリーン券を購入します。今回は牛久駅まで乗ります。行き先の鮮明ボタンに触れてください。秀代さんを券売機に食べてもらいます。金が不足しています。そうすると追加グリーン券を吐き出してくれるのでこれで購入できました。はい、やってきました。こちらの列車で品川まで行きます。今回は、2階席にします。ここの席にします。座ったら、上のランプのところにさっきの、追加グリーン券を、かざして、緑になったら OK です。シートチェックです。テーブルの上にはフックがあって、テーブルはノートパソコンが置けるくらいの大きさです。ドリンクホルダーの隣にはネットがあって、カーテンはフリーストップ式です。このボタンを押すとリクライニングできて、倒すとこんな感じです。品川で乗り換えるので、一旦降ります。乗り換えるときは、もう一度スイカをタッチすると、赤くなるので、そしたら乗り換えの準備は完了です。では常磐線に乗り換えます。この列車で牛久に帰ります。今度も2階席にしました。地味に貸し切り状態ですね。どこの席がいいかな迷いますね。こっちの席もいいけどあっちの席もいい。お茶買ってこよう。はい、お茶を買ってきました。結局この席にします。さっきと同じようにスイカをかざせば OK です。品川駅を発車です。にしても品川から常磐線を利用する人って結構少ない気がするんですよね。
中途半端に品川止まりになってるからですかね。せめて横浜あたりまで線路を伸ばしてほしいものです。そしたら利便性も向上すると思うのですが。ゴロを回り YouTuber の最寄り駅、柏です。今まで常磐線まともに映してなかったので映しました。讃岐駅です。ここから牛久駅までは130キロ運転区間に入ります。この130キロ運転はつくばエクスプレスへの対抗策ですが、ここだけ130キロ出しても意味ないと思うんですよね。常磐線は130キロ区間が限定されているのに対し、つくばエクスプレスはほとんどの区間で130キロ出してますからね。130キロ運転なんて意味ないよ。でも、つくばエクスプレスよりも常磐線の方が僕は好きですね。車両のバリエーションも豊富だし、貨物も通るし、ご当地駅メロもあるし、いいところがたくさんありますからねって、どの口が言ってんだ。はい、牛久に到着です。あれだけ言っといて130キロ走行シーンは取り忘れました。最後の最後で初メロチャレンジ失敗です。改札を通って今回の旅は終了です。お疲れ様でした。前編中編後編の3つに分けてお送りした鎌倉鉄道旅、いかがでしたでしょうか。後編のアップが遅くなってしまいすいませんでした。これから